はい、続いて「い」の問題をやっていきましょう。さあ「い」は最後のね、四角の中に入れる文を選んであげるという問題で、これに関してはこの四角の4行上から、また読んでいきましょう。この辺りからいきましょうか。はい、 To solve the trash program と、はい、ゴミ問題を解決するために、はい、さっき To ね、これは何々するために出てきたと思うんだけど、ゴミ問題を解決するために The people、 人々、どんな人々かっていうと From the city hall and the shop owners と、はい、ここまでです。はい、カモメ市とカモメ市役所とショップオーナーの人々が、はい、何を言ったかっていうと Told each other、 お互いに言い合ったんだと、お互いに言ったんだと。何を言ったかっていうと Various ideas と、さまざまな考えをお互い言い合ったんだっていうような話です。 OK ですか。はい、で Then それから、はい、何て言ったかっていうと They had the idea と、彼らはアイデアを持ったんだと、アイデアを持ったんだと。どんなアイデアを持ったかっていうと For the カモメクリーンプロジェクト、カモメクリーンプロジェクトに対するアイデアを持ったんだということです。いろいろこう話したことでアイデアが出てきたんだっていう話だよね。はい、で続きいきましょう。 Many people joined the project と、たくさんの人々は参加したそのプロジェクトに、はい、そんな話だったよね。で And そして The shopping district、 商店街は Has become cleaner、 より綺麗になっていったんだっていうような感じです。はい、そしていよいよここに入ることを考えてください。 Now I think と、今私はこういうふうに思ってるんだというふうに言ってます。でさあ何を思ってるかっていうようなお話です。で選択肢ね、1個ずつ見ていきます。はい、じゃあ何を思ってるかで1番ちょっと見ていきます。 If we solve one problem、 ここでちょっと切ります。接続詞はまあ括弧してもいいし、スラッシュ入れてもいいです。はい、もし1つの問題を解決したらって意味でね、そしたら We will have another one と、もう1つ問題があるでしょうっていうふうに言ってます。この another one っていうのは、この one はプログラムでね、一つの問題を解決したらもう一つの問題が出るでしょうっていうふうに言ってます。そんな話でしたかっていう感じだよね。なので1番×してください。全然話と違うよと、しっかり訳してあげれば違うなっていうのが分かってきます。はい、2番見ていきます。 If we share ideas and talk about them と、私たちは共有したら、シェアは共有する、考えを共有したり talk about them、 それらについて話したら、はい、なんかそういう話をしてたよね。はい、お互いこう話してるっていう話だよね。で、そんな感じだよね。はい、そしたら We can find the answer と、私たちは見つけることができる、何を、答えを見つけることができるんだっていうふうに言ってます。はい、お互いこうやって喋ったら、はい、なんかアイディアが出てきたよっていうふうに言ってるよね。あ、これちょっとぽいなっていう感じがするよね。内容と大きく外れてないよね。はい、なので一旦保留にします。はい、3番見ていきます。 If we meet and talk many times と、はい、私たちは many times ね、何度も会ったり話したりしたら、はい、どうなるかっていうと more trash、 より多くのゴミが will be left、 残されるでしょう。そんなことある、解決のために何度も何度も話してるのに more trash will be left、 ゴミが残されちゃうよ、これおかしいぞということね。おかしいよね、言ってること全然違うよね。はい、ということで外してあげてください。はい、ラスト。If we start crowdfunding と、もし私たちがクラウドファンディングを始めたら、はい、The volunteers have to work harder than before と、ボランティアは働かなければいけないと、以前よりも働かなきゃいけないよと。はい、そんな話は最後の方出てきてないので、4番もカットしてあげる。はい、ということで答えは2番を入れてあげれば正解になります。はい、ということで、この問題に関しては、まあ、直前に言ってた内容を、まあ、綺麗にちょっとまとめてるような感じになってくるので、しっかり内容を追ってあげて入れてあげるっていうことと、あとは他の選択肢がしっかり訳してあげたら全然違うことを言ってるっていうのが分かるので、はい、もう一個問題が出てくるとかね、ゴミがたくさん残されるとか、クラウドファンディング始めたらなんか忙しくなるとか、全然違うことを言ってるので、しっかり他の選択肢を切るっていうのもやってみてください。はい、ということで、E の問題終わります。